皆さんこんにちは。今日はですね11月8日土曜日で、私がいるのはいつもの横浜駅です。ここからですね、今日暇なんで何しようかなって考えたんですけれども、東京湾の上に海ほたるっていうパーキングエリアがあるじゃないですか。アクアラインの途中にある人工島みたいなやつですね。あそこまでヒッチハイクって行けるもんなのかなって思ったんで、実際にやってみようと思います。そんだけです。ちょっとね、横浜駅から直接ヒッチハイクをしていくというのはかなり確率が低いので、とりあえずはアクアラインのすぐ近くにある大師インターだったかな、そこまで京急の電車に乗って移動しようと思います。電車乗る前にちょっと説明しようと思うんですが、アクアラインまでヒッチハイクってかなり難しいことなんですよね。特に首都圏側から行くのは非常に難しいです。というのも道路とかに詳しい人は分かると思うんですけれども、首都高っていうのはパーキングエリアへの直接の出入り口というかそういうものがないんですよね。もしそれがあったらパーキングエリアとかまで直接入って、そこからすでに高速道路に乗っている車に向けてヒッチハイクの東京方面とかそういうの書いてあるやつがあるじゃないですか。あれを出せるんですけれども、それができないんですので結構難しいんですよね。なのでどうしてもそのアクアラインの入り口とかに近いインターの手前で待っておいて、そこでボードを掲げるというのが一番確率が高いものになってきます。私のチャンネル登録とかされている方だったら分かると思うんですが、何回もヒッチハイクしているんですよね。でもその中でも一番これが難しいんじゃないかなと思います。なんでヒッチハイク初心者の方はアクアラインとかですね、特に首都高とかが絡むようなヒッチハイクというのは初心者の方は絶対にやめといた方がいいと思います。かなり、難易度が高いです。多分別の動画でもお伝えはすると思うんですが、日中に限り高速バスが海ほたるにも停車するので、普通に公共交通機関を使って行くこともできますので、車を持っていないという方はそちらで行くことをお勧めしようと思います。ということで東門前の駅にやってきました。この駅舎のね、古さ、多分開業当時からあるんでしょう。これ京急第一線というんですが、この第一線は京急電鉄で一番古い歴史を持っている路線でして、1890年代とかの開業だったと思います。東門前駅の改札をすぐ出て左に曲がったところにある大通り、産業道路という名前の大通りなんですが、こちらに自動車専用 の, 川崎大師の祈祷所がありまして、これの奥の方ですね、見えるかな、あっちの方に道路がうねうねしているのが分かると思いますが、あちらにあるのが大師インターです。大師インターがこっちにあって、先ほどの川崎大師の施設があって、あちら側が東門前駅方面なんですけれども、ちょうどこの辺りでね、やろうかなと思います。この辺りでやっていれば多分ですけれども、この辺に車を乗せて、僕を拾いやすいっていうの車に乗せやすいので、構造としてはそんなに悪くもないのかなと思います。ついさっきね、近くのホームセンターで買ったんですけれども、こんな感じですごいでっかく後ろの方からも見えるように描きました。ということでね、プラカードみたいなやつ掲げ始めて1分ぐらいだと思うんですけれども、無事乗せていただきまして、個人タクシーの方だったんで全然会社とかのしがらみもないから撮影もいいよということでいろいろお話しさせてもらいましたし、また車窓から映像とかも撮らせてもらいました。本当にありがとうございました。
ということでアクアラインにはあのヒッチハイクであの場所からだったら割と簡単に行けるということが分かりいただけましたでしょうか。でもねやっぱりヒッチハイクって運要素が非常に強いですので、あのあそこに立っていても30分とか1時間ぐらい経ってもなかなか乗せてもらえないということは多分結構あると思います。あの前ね実は1回あの辺であの同じ場所でチャレンジしたことがあったんですけれども、夜だったっていうこともあって2時間ぐらい粘っても全然乗せてもらえなかった、結局失敗したっていうことがありました。ヒッチハイクはやっぱり夜はダメですね。はい、ということであのご視聴いただきましてありがとうございました。この次の動画ではせっかくアクアラインじゃない海ほたるに来たんで海ほたるの紹介などもしようと思います。ということでご視聴いただきましてありがとうございました。